どうも、うぷ主です。霊夢です。学校が始まって絶望した挙句、金縛りに遭いました。え、大丈夫なの？ここだけの話、私は結構そういうの感じる人なんで。っていう話は置いといて。今日は何をするの？今回はメイトの改造でもしていこうかと。前回、メモリ周りをなんとかするって言ってたわよね。まあ、そういうことです。メイトです。以前に CPU 乾燥し、775から1155にマザー乗せ替えたところで終わっていましたね。今回使用するメモリはこちらです。あれ、このメモリは860先輩に使っていたメモリです。DDR3 のメモリって 8GB 分だといい値段するんですよね。それだと、改めて買うのはお金がもったいないので、そのあたりは割り切りました。現在は 4GB 刺さっていますのでこれを、ポンと差し替えれば終わりです。残念ながら、入っているのは 32bitOS なので 64bit 版を入れ直します。ライセンス認証のバッチリ。あとは、更新データなどをぶち込みます。なんか、今の Windows 10はクリエイターアップデートが適用されてないと7や 8.1 のキーでライセンスが通らないみたいです。さっきの外したメモリは弟の PC 組み立てに使う予定ですね。ちなみに、マザーボードはレノボのやつですが提供してくださるので、実質組み立てには問題ないようです。CPU はどうなるの？一応、Pentium G630 が付属するとのことなので動けばそのまま使っていきたいと思います。となると構成はこんな感じになります。1155なのでまだ汎用性はあります。壊れかけのマザーともおさらばです。余談。ドライビングホース GT 買っちゃいました。このゴミコンに比べたら全然いい。しかし、出品者とは連絡が取れないため、待ちます。おそらく9月ぐらいになると思います。これでニトリちゃんが仕事できるようになるね。甘い、6700K が来るまで無理だ。しょぼん。え、何があったの？最後の砦、CPU ですね。こいつがどうにもならない限り、どうしようもありません。せっかく760から960にパワーアップしてビデオメモリも 4GB になったのにもかかわらず、ペンティアムのせいで最大パフォーマンスを出し切れないまま定年退職した GTX760。かわいそうね。逆にペンティアムのせいで960では出てはいけないスコアが出ましたし、このままでいくと、どれだけグラボを上げようと、メモリを増やそうと、こいつの性能の限界が低いと、私がこれからやろうとしていることがとてもじゃないができません。今後やるとするのはこんな感じです。特にホライゾン3は高いスペックを要求します。DVI ユーティルのエフェクトは入れたところを再生しただけでフリーズします。マイクラに関しては影モード入れてみてという要望が過去にあったので入れてみたいです。しかし、お財布が許してくれません。11月の修学旅行の秋葉のための資金作りをしなければいけないので、6700K は後回しになります。つまりは、年明けですね。しかし、年明け後はすぐ就職に向けていろいろやるので、数年は PC に向き合う時間がありません。私はいつになったら6700K 買えるの？正直、メモリ増設などはいくらでも後回しにできますが、最大パフォーマンスを出し切れないまま寿命でパーツが壊れるのが嫌なんです。中古でも3万2000円、現在3合わせても1万7000円にしかなりませんでした。諦めましょう。尺が伸びすぎましたがこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただくと、パワードビスタの動画をより早く見ることができます。そして気に入っていただけたら、グッドボタンを押していただくと幸いです。他にも、茶番劇動画もいかがでしょうか。画像をクリックしていただくと、ページや動画に飛べます。それでは、次回をお楽しみに。